ページが今日また加わります。かつてのジャパン女子の4期生4人が懸念の団体の壁を乗り越え、ここ後楽園ホールでバトルを展開します。 NMPW からは紅夜叉、そしてキャロル緑の決起軍メンバーです。6年という時の壁を乗り越えて JWP と NLPW の試合が実現の運びになりました。これが始まり第一歩なんだという福岡光、絶縁状態にありました NLPW の選手と戦うことを以前から訴えておりました福岡、同期のボリチョイとともにいつも以上の気合を入れています。昨日の静岡での試合は福岡とコマンドボリチョイがタッグを組みまして、相手は二神キャロル緑でした。今回はメンバーを入れ替えてまいりました。二神に変えて紅夜叉、さあどう迎え撃ちますか。今回は JWP のマットでの対戦です。ワンワンスペシャルマッチ、ようやく実現しました後楽園ホールでの夢の対戦です。福岡光とコマンドボリチョイリングに登場です。大変なわけでお待たせいたしました。本日のファイナルマッチ、今世紀最後の対抗戦、ついに実現JWP vs NLPW 団体対抗戦ワンワンスペシャルマッチ、タグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー NLPW 128カウントキャロル緑、143パウンド、くれないやーしゃー。赤コーナー、JWP 120パウンド、コマンドボリーショイ150パウンド、福岡ひかり。いよいよ実現です。まあこのかつてのジャパン女子という団体がありましたが、そこ出身の同期のこの4人です。ということは小手さんはこの4人、はい、教えたんですね。そういうことになりますね。何か考え深いものがあるんじゃないか。ありますね。団体、一つの団体だったところが2つに割れまして、それ以来ずっと交流を断っておりました。ようやくこういったカードが実現ということになりました。両団体の対戦は昨日の11月15日静岡で、まあ、一足先に NLPW の試合で興行で試合は行われています。これが第2戦ということになりますが、さあすでに試合は始まっている。ボリショイが背後をつかめるかよーと、まず返した。ボリショイが背後邪魔、気合が入ります。昨日は NLPW の興行に2人がボリショイと福岡がありまして、ローリングクレイドル、くれない夜叉。昨日の試合は30分時間切れ引き分けで終わりました。試合の後はリング上でこの4人が肩を抱き合うシーンもありました。カウント、カウントは2です。そして場所を移しまして、これが第2戦になります。モンゴリアンチョップ、お返しです。先ほどの試合もそうですが、小田さん、はい、この4人も意地がね、この試合は先行勝ですね、ありますよね、はい。まだ福岡は出ていっていません。ボリショイが迫っております。そして LLPW クレナイとこのキャロルミドル、敵軍の応援団もかなりこの後楽園ホールにやってきています。大きく飛ばされます。
です。スープレックス、速い動き、この華麗な戦いっぷり、キャロル緑の特徴であります。158センチの58キロ、デビューは平成元年の12月1日です。この人、平成4年の1月、ジャパン女子が公開した時に一時引退してたんですよね。そうですね、はい、ところが NLPW で復活して、現在のキャロル緑になっております。バックを取りました。お、鼻が取れております。ボルショイの鼻が取れました。これは不気味です。安田はね、これすごい力あるんですよ。安田というのは紅野社ですね。紅野社ですね、すごい力あるんですね。で、先ほどですね、控え室に行ってカード調子いいかって言ったら、調子いいって言ってましたよ。負けませんっていうのと言ってましたけどね。あ、まあドキドキ意地でもね、負けられないって部分なんでしょうね。そうね、はい、NLPW の敵軍のリーダーでもあります。おー、間取り、荒っぽいことをやってまいります。カバー、リリキを放っていきました。まあ、もともとその、おー、ようやく効果が出てまいりました。さあ、福岡と紅野社の対戦であります。かつてジャパン女子のその同期の2人はルーキーの頂点の座を争った2人でもあります。91年の2月の11日、場所も同じここ東京後楽園ホールでジャパン女子の新人王決定トーナメント決勝戦で相対しましたこの2人ですが、その時は当時の安田、現在の紅野社が勝ちを収めています。ブーイングです、ブーイングです。当時指導していた小弟子さんとしてはこの2人どう見てたんですか、特徴的には。そうですね、紅はですね、はい、もう力があるというか体全体の力もですね、福岡というのは元やっぱり体操選手です。体が柔らかくてですね、はい、敏捷性ですね、まあ、いい選手になりましたよね、本当に。あ、はい、その新人王の決勝でも前評判は福岡がちょっと上回ってたんですけども、はい、試合結果は紅野社が、勝っております。ボリショイが出てまいりました。バックドロップ、カバー、鼻の取れたボリショイ、コマンドロップシェルが参りました。ギリティさあ、ロープに飛んで反転します。カバーですが、これはどうでしょう。膝十字、これは体勢が崩れています。女子プロ界全体が活性化の方向に動いています。成果と言いましょうか、混沌の時代と言ってもいいと思いますけれども、新しい団体、それからこういった以前は全く他元を分かっておりました2つの団体が同じリング上で対戦するような形が生まれつつあります。出ていったところでブーイングです。こういったシーンはあまりないんですけれども、芸大朝に蹴りを待っておいて、さあ、ボリショイと交代。ヤジが飛び交っています。ボリショイです。この中では一番小柄なボリショイ、飛ばして戻ってくるところ、ダッキング、あーと鼻がポンとやっといて、フェースクラッシャーです。体の動きも軽い、体の動きを見せます。クレナイヤシャー、そしてキャロル緑、福岡が体操の出身ならこちらも機械体操出身なんですよね。そうですね、学生時代やってます。緑とも早いですよ。カウント、カウントは2です。先ほどのお返しでしょうか。昨日の静岡の大会は30分フルに使いましたが引き分け、今日のこの試合は現在手元の時計ではもうなく6分というところです。なかなかこの試合が収まりをつくのはどういう格好だか想像するのが難しいところがあります。カウント、カットに入りました福岡です。
まあ、小田さん、昨日 の、 あの静岡の大会は冬内野手の代わりにですね、はい、二上が上がりまして、まあ、この結局のメンバーだったんですけど、なんで冬内が出てこないんだという、ね、感じになりまして、そういう話が試合後に湧き上がったそうですという、まあ、話を引っ張りまして、今回は今日は紅の登場と相なりました。あの二上っていうのですね、体全体の力なんですよ。落とします。今回はこの紅野社、あの紅に以前あの話を聞いたことがあるんですけれども、はい、まあ、お互いに、JWP と LL はいがみ合ってはいるんだけれども、私たちのレベルではよく話をしてるんだという話をしてくれました。はい、つまりあの紅野社と福岡の話なんですけども、いつかはやろうねとずっと前から言ってたらしいですね。選手間ではね、はい、結構の電話したりなんかしてね、交流があるんですよ。食事したりなんかしてね、あるんですよ。はい、ただやっぱりことリングに上がったらですね、なんとか勝とうっていうね、そういう意識を表しますね。それはありますよね。はい、特に団体が違うわけです。そうです。これは交流戦あるいは対抗戦、そういった、ね、目でもそうです、ね、この場内のみんながそう見てますからね。はい、で選手もね、はい、一人一人が、ね、活性化なんですね。他の団体の選手とやるとですね、はい、山本代表もこれから先のことは口を濁しておりましたけれども、これがいい方向に展開していけば、これからどんどんとこれが行われる可能性が出てくるわけですからね。僕はあの時々 LPW の、ね、道場に行ってるんですよ。はいはい、と言ってやっぱ選手は、ね、やりたかったんですよね。ああ、そうなんですか。はい、やっぱり小田さんはね、かつての教え子が両方の団体にいるわけですから、はい、戻ってくるところ、おー、この辺の高い跳躍力、カロル緑らしいところです。さあ、そして攻め出した、止まらない止まらない紅野社、この傘に攻め、かかった攻め、福岡は重量感のある攻めに転じていきます。エースクラッシャーです。そしてキロチン首4の字、まあ、あのプロレス専門誌では関西選手とそれから関東選手のツーショットの写真がね、表彰を飾ったりしてましたけども、ね、本当にああいうね、試合をぜひ見たいですよね。そうですね、やらしたいですね。そのためにもこの試合は大きな意味合いがあります。どちらが勝利するのか、それ以上に試合内容というのも問われます。関西とあの関東も同期ですからね。1期生の同期ですからね。大きく振りますが、この辺は鮮やかという動きを見せてくれます。さあ、スワンダイブのミサイルキック、ミサイルキックです。いやいやいや、まだまだという感じのカロル、ここから戻ってくるところ、これはスルーしました。フライングボディシダーズ、そんな技を出そうとしたんでしょうけども、逆にヘッドロックで固めていきます。さあ、キャロルはどうするか、バックを取った。今日は出ていませんけれども、二上は技のフォーム差で打っています。そしてこのキャロルは身の軽さ、福岡がジャーマン投げたところで、さあ、コマンドボリショイの取り組みです。ボリショイはさあ、得意の飛びを見せます。ムーンサルトプレスだ、おーと、フットサブだったが、これをかわされたフェイスクラッシャー。この辺の連携はさすがです。一時 LLPW が沈滞していた時に、この決起軍3人が奮起しまして、今の LLPW の流星をに結びつけております。まあ、LLPW が沢井というね、あー、イーグル沢井ですね、大きい選手がいますからね。それと長島というのいるでしょう、ね、いい選手いますよ。ジャーマンスープレックスホールドの連結か、ここでホールド。まあ、女子の3団体あるいは FMW を加えた平成モードグレンタイというのが今幅を利かしておりますけれども、そういったところにもおそらくつながっていくんではないかという期待を、ね、はい、抱かせます。イーグルもそのメンバーであります。なかなか団体のカラーあるいは会社の方針にそういったものがありまして、
実現というのはなかなか難しいものがありますが、これが福岡が言ったように何にしても第一歩なわけですからね。そうです、これがなければこの後も生まれないわけです。さあ合体します。この辺は最近は敵軍と正規軍が LLPW で合体しますが、もちろんこの2人はずっとメンバーをコンビを組んでいます。これはなんとかカット。11分30秒手元の時計で回りました。小手さん、これもこの後長くずっとなんか展開してきそうですね、このままだと。そうですね、ただ向こうはメーベルが借りてきたってことね、なんか意図があると思うんですよね。おっと、これはダメです。例えばですね、どういうことですか。僕なんかちょっとわからない部分のね、相性の問題とかね。昨日、二神を入れて戦ってみて、そんな感じ取れたのかもしれません。なんかそういうのもあると思うんですよ。ということは、秘書来てきたっていう感じなんですね。なるほど、おお、流れ式のフィッシャーマンか、なんだこれは。フィッシャーマンとしてや切り返していきました、切り返していきました。危ない危ない危ない、危うくクレマンやした。スリーカウントを聞くところでありました。エルボーで叩き落として、さあ場外に向かって、いや、場外に向かってミサイルキックでありました。さあそして今度は対角線からもう一発ミサイル、重量感あります。福岡が飛びます。さあ同期の紅を、かつてはおお、年打ち、カロル年打ち、紅やすりヒットしてしまいました。新人王をジャパン女子で争ったことがあります、この福岡と、そして紅ライナーキックだ。救いにやってまいりました。この LL の2人に二神を加えた3人を決起軍と言います。平成7年9月に決起軍を結成しました。それから LLPW の活性化が始まりました。そのリーダーを務めます紅矢社、現在マットキャンバスに伸びております。さあ仕留めにかかります。福岡、そしてプレッシャーを見せたコマンドボリショイ、その上では今ムーンサルトのピアス、おお、カウントは2です、カウントは2です。いやいやいや、6年の時を超え、おー、スモールバッテージを踏み固めた。ああ、自分の方を叩いています。こめかみのあたりでしょうか。クレナイヤ社だいぶ溜まってきているようです。ダメージが溜まっているクレナイヤサ、ボリショイが初手、カロルがいない、カロルがいない隙に、さあクレナイから勝利を奪ってこそ価値があります。いや、カロルが助っ人に会えた、カロルが来た、カロルをもう一回叩き落としておいて、さあフィニッシュ、フィニッシュ、 JWP の2人が合体よ、タイガードライバー、LL のファンがものすごい声援を始めましたね。そうですね、クレナイヤ社へ声援です。頑張れという声援、キャノルが来ました。あ、福岡転落、福岡転落、逆にこれはボリショイが、ボリショイが5月終わった、喉落としを食らってしまいました。JWP の方ですね、はい、少し冷静さを失ってる部分が出てきてますね。ああ、そうですか。あの、自分たちのホームグラウンドですから、勝ちたいっていうのをですね、出してしまう、今みたいな風になってしまうんですね。あ、倒し打ち、はい、そういうのは少し出てきてますね。勝ちへの焦りか、おーっと、このままいきます、危ない、危ない、向こうはね、敵地に乗り込んできたら負けてもともとっていう部分もあるんですね。ああ、なるほど、はい、立地条件ですね、そういうのをですね、むしろ冷静に相手は見てるって感じなんですね。昨日の静岡は LLPW の興行、今回は JWP の興行、ランケンしたいな、いや、そのまま、そのままカウント、さあ逆転する。15分が経ちました、まもなく16分、まもなく16分の長い長い試合になっています。何遍も言っていますが、昨日は30分時間切れ引き分け、スープレックスからカバー、
これだけ戦ってきますとね、6年の月のね、力関係っていうの出てくるんですよ。なるほどね。さあ伸びているぞ、ポリショは破られるぞ、キャロルが飛んだ。いや大丈夫でした、大丈夫でした。ポリショは狙っていた感があります。さあ4人が4人ダメージを負っているぞ。このまま固め込んでいた。かつては一つの団体だったこの4人、6年の空白を乗り越えて熱戦をまたまた展開しております。ファイトングロー後ろ投げ捨て、そのまま片指、ボリショイ攻め込まれています。ボリショイが集中攻撃、集中攻撃、翔平がアゴにヒット。さあそのまま行きます。今日から登場してまいりました。ここはどうする、クロスアングロースープレックスホールド、クロスアームスープレックスホールド。これはカウント2です。カウントは2。かつての遺憾を捨てまして、この若者だけでも試合をしようじゃないか、そういった機運から生まれてまいりました。この大切な大切な試合です。どちらがまずこの勝利を得るでしょうか。さあ日分けの機能を奪えての4チーム、勝負はつきません。まだまだつかない、まだまだつかない、ストレッチ、ストレッチ、ストレッチ、これを決まった。出力も決まるくないか、効果大丈夫か。ボリショイカット、ボリショイカット。今はあのタグマチのシングルでしたらギブアップですね。カウント2、スリーじゃないかというこの競争。いやしかし敵軍、いつものように赤い木刀も携えてきてるんですけども、なんとクリーンなファイトを展開しています。やっぱりこれが絶対痛かった気持ちの表れですよね、クリーンなファイト。そうでしょうね、ラフファイトでこのいい試合を汚したくはない。まあどうなるか分かりませんけど、今のところですね、そういう感じありますね。ありますよね。これですね。さあ抱え込んで、いや逆転一発、さあ丸め込んだ。カウントは2です。タイガース、おっとと、タイガースフレックスはあとは福岡に任せたというタイガードライバーだ。さあこれです。スリーは入りません。ね、焦った方が負けですね。そうですね。さあ一応ポジションを確かめた福岡光、鮮やかに後楽園で待った。いや空振り、後ろが危ない。後ろからキャロルが飛んでまいりました。また先ほどと同じものです。福岡どうでしょうか。ボリションはボリションは決まった、決まった。決着がつきました。その新人を争った時と同じ勝敗です。紅夜叉が当時安田が福岡を下したのと同じように、今回も紅夜叉が福岡を下しました。いや決着はまたつかないんじゃないかという感じがあったんですが。そうですね、敗れましたね JWP。 先ほど僕ちらっと言いましたけどね、自分との立地条件いいし、いろんな面で少し焦りが出てかなっていう感じしたんですけどね、はい、やはり、まあ、そこら辺も少し出てしまったって思いますね。なるほどね。ただこれでね、はい、完全に決着がついたと僕は思わないんですよね。クリナにしてもですね、福岡にしてもですね、まだまだこれシングルやったらですね、もともとですね、いい試合見られると思いますし、あーそうですよね、何勝何敗になるんじゃないかなって気がするんですね。ただですね、6年歳月で経ちまして、力関係でもですね、だいぶ変わってきたっていうことも様相が出てきましたね。そうですね、はい、
まあ、何にしましても両団体の JWP 山本代表それから LLPW 風間社長にね、はい、いい方向にね進めてほしいですね、はい、それは多分ですね、あの女子プロレスがですね発展につながりますよ。そうですね、はい、混沌としています現在の女子プロレス界、果たしてこの4人が先頭に立ってぐいぐいと引っ張っていく、そういった牽引者の役割を果たしてくれるんでしょうか。今後に期待であります。山本さん、どうもありがとうございました。どうも失礼しました。前ってもう随分昔ですけど、やっぱり好きっていうものはあるんですよ。でもやっぱりスタートから肌で感じて、キツコもボリショイも福岡も、自分たちと同じように成長してるんだなって本当に実感して、もっと最初楽しみながらやりたかった気持ちは大きいんですけど、そうじゃなくなってました。はい、もう顎も外れましたし、はい、今日はやっぱりそうですね、勝利っていう言葉もやっぱりちらついたんで、それにも向けてやったんですけど、向こうも同じだったみたいで、でもそれはそれで違う意味で楽しかったし、自分昨日ボリショイにムーンサルトを足出したんですけど、今日逆にやられて、あれは効くもんなんだなって感じです。やっぱり今日負けたからもう何も言えないですけど、自分たちも向こうの同期も違う状況の中でやっぱりやってきて、それぞれ違うっていうのを今日初めて感じたし、新人の時も紅に勝てなかったけど、今日も